ベビーチャンネルです。今回は11月6日からスタートしたマクドナルドハッピーセットのプリパラのおまけを紹介します。今こちらに6パックあります。まずはマックのホームページを見てみます。11月6日からマックのハッピーセットは男の子がドラゴンボール、女の子がプリパラになっています。ドラゴンボールがこちらの6枚、プリパラがこちらの6枚です。この6枚の中で今回狙っているのがハンバーガースタッツワンピ、フルーリークッキーワンピ、クルーキュートエプロンワンピとアップルシャキシャキワンピです。上の3枚はこの裏にアクセがついているので欲しいと思いました。こちらのアップルシャキシャキワンピは裏にアゲアゲデビューコインがついていて、最後に100円を入れるとこちらのシューズがゲットできるから欲しいと思いました。今回お姉さんが箱の端っこから6パック取ったので、どういう並びになっているかも見てみてください。ではこちらから開けていきます。これが箱の一番手前にあったカードです。1パック目いきます。せーの、おおおお、下はハンバーガースタッツワンピです。上はソフィーの友チケでハンバーガースタッツコーデを着ています。そして裏にこちらのハンバーガースタッツヘアアクセがついています。レベルは25です。すごく可愛いです。一緒にアゲアゲデビューコインが入っていました。11月6日から11月23日まで使えます。では2枚目いきます。せーの、狙っているのではないのが出ました。この2枚が入っていました。アメリカンポテトワンピです。フォーチュンパーティーです。上はドロシーの友チケです。アメリカンポテトコーデを着ています。このリンゴメルヘンシューズはアゲアゲデビューコインを使えばゲットできるのでコーデが揃う予定です。裏はレオナの友チケです。同じくアメリカンポテトコーデを着ています。こちらのアメリカンリボンヘアアクセはまだどうやってゲットするのかわかりません。多分ゲームから排出されるんだと思います。ゲットしたいです。3パック目いきます。かぶりませんように。せーの、なんと2枚目と同じカードが出てしまいました。では4枚目いきます。次はダブりませんように。せーの、お、ダブんなかった、よかった。こちらの2枚が入っていました。クールキュートエプロンワンピです。トゥインクルリボンです。上はラーラの友チケです。クールキュートコーデを着ています。シューズはハートアイデビルシューズです。多分持ってたと思います。裏はクルーキュートヘアアクセです。5パック目いきます。ダブりませんように。お、ダブんなかった、よかった。フルーリークッキーワンピです。キャンディーアラモードです。上はミレーの友チケです。フルーリークッキーコーデを着ています。裏はフルーリークッキーヘアアクセです。で6パック目です。ダブりませんように。はい、ダブりました。完全にダブりました。6パック前から取った結果、こちらの4種類が揃いました。2枚ダブりました。残念です。ということで順番は関係なさそうです。以上、マクドナルド限定プリチケの紹介でした。バイバーイ、また見てね。